皆さんこんにちは、ネズミのパン屋さんです。今回からキャップ投げ講座をやっていきたいと思います。これから他の九州の講座も投稿していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最初にキャップの軌道を見ていきます。多少変化することはありますが、キャッチャーまでまっすぐ飛び、キャップが安定しているのがわかります。僕のストレートはオーバースローで投げるので、速い球を投げたい方に、おすすめです。後ろからは、こんな感じです。次に、持ち方を見ていきましょう。まず、親指と中指でキャップを挟み、それからキャップを裏返しにします。その次に、キャップを30度くらい傾けてください。投げる時のコツは、腕をしっかりと振り、少し横に腕をスライドさせるような感じで、投げるのが良いと思います。